槍川の怨霊に違いねえ。お気をつけくだされ、元槍川は危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。腰方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞、いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公民。これを慕えども公は志村の勢いを妬めり、修行を取り戻さんとて公は志村に謀反して、あまたの武者が相はずる。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒されるなれど、堺の助くれば志村乱を鎮め、時より公を滅ぼせり。松子の息で時より公苔の下よりよみがえり、志村を討たんとキス。いまだ元槍川の社には時より公への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死、時より公の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか？この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと？怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れるといいます。どうすれば見つかる？怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。気をつけて、槍川の民は堺家への恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては。いつか穏やかな旅に出ようか。いや、怨霊への供物か。槍川の怨霊を祀った社、誰か参ったのか。平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので一気に止めてください。流民の野営のことだ。いや、坂井様、何かご用ですか？平太郎はおるか？ここに。何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を？もうこの患者だからさ、毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。猛虎に通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。訳を聞いてください。
白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ。以前道で賊に襲われた時、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓、誰のものだ。藤次郎のものです。俺のあれでして、こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営の者は特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば。有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。お、怨霊に当てて誰かが文を残したな。猛虎は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。お助けを。なぜ怨霊に頼るのだ。さてか、技量がなくては倒せぬ相手。島の者だ。なぜ。この者らも殺した。助けて、出してください。落ち着け、鍵を開ける。ここで何が。本領が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ島の者も犠牲に。こいつら人を撃ってたんです。もうよい、行け。それでは。おそらく怨霊は次の社に向かったな。いや、
Hit.